それでは、つれずれ草第10弾、家井の月々しくの解説をしていきます。今回の単元では、重要古典単語がたくさん出てきますので、その単語の意味を踏まえつつ、正確に現代語訳をするということを目標にしたいと思います。そしてもう一つは、つれずれ草のような随筆には、筆者の考え方が述べられていますので、 それをきちんと読み取って、そこに自分なりの感想を持っていくようにしてほしいと思います。今回は3時間中の1時間目ということで、形式段落のその1、その2を読んでいきたいと思います。まず、形式段落の1つ目です。重要な単語、文法事項を押さえていくと、 家のののは主格の格助詞であり、〜何々がと訳をします。月月詞とは形容詞で、見つかわしいとかふさわしいという意味になります。枕の創詞の冒頭にも出てきますので、知っていた人も多いのではないでしょうか。あらまほ詞、これは望ましい、理想的だという意味の形容詞になります。 今日ある。これは、趣があるという意味です。そして、最後に、なれ。これは、断定の助動詞ですので、〜何々であると訳をしていきます。少し短い段落ですが、ここまでの意味をとってみると、住居が、その住人に似つかわしく、望ましい作りであることこそ、 無情なこの世の一時的な住まいとは思うが、趣向のあることである。教師のあることである。と、このように端的に短く筆者の意見をまとめている段落ということがわかります。つまり、この段落がこの文章、この商談自体の主題ということです。 この後の文章はこの主題についての具体的な話が続いていくことになります。ちなみに少しわかりやすくまとめ直してみると、家というものは住む人に似つかわしい、ふさわしいものこそが良いのだ。単に新しければ良い、大きくて豪華で華やかであれば良いというものではないのだと言っているわけですね。 ちなみに、補足ですが、仮の宿りを無常なこの世の一時的な住まいと言っているこの部分には、中世、鎌倉時代的な無常感が現れています。では、形式段落の二つ目です。良き人とは、単に身分が高い人、立派な人というだけではなくて、教養も高くて、 ものの上手を介する人ということになります。そのような人がのどやかに、のんびりと穏やかに住んでいるところは、差し込む月の光も一層しみじみと見えるぞかしこれは鎌倉時代あたりの文章から増えてくる表現ですが、ぞかしという 二つの脅威の助詞が重なって、文末に来て念押しを使用する表現になります。つまり、なんなんだなぁとか、なんなんなことよという文末になるわけです。ということで、ここまでの解釈を通してみると、身分教養があって上司を介する人がのんびり穏やかに暮らしているところは、差し込む月の光も 一層しみじみと重みき深く見えることだよと言ってるわけですね。一段落目で言ったように、単に豪華であればいいわけではないよ。住む人がこういう人であれば、同じ家でも立派になるんだよと言ってるわけです。今めかしく、今めかしとは現代風だという意味の形容詞です。きららかなり、これは華やかだという意味です。 木立ち物振り手。ものというのは窃盗語で、なんとなくというニュアンスを表します。降るというのは、古いという字の動詞形になり、古びる、古びているという意味です。わざとならぬ。これはこの段落の中でも一番と言っていいぐらい重要な表現ですが、わざととは、 ことさら、わざわざ、特別にといった意味になります。そこにならぬと否定表現がつくわけですので、ことさら手を加えたわけではない、わざわざそう作ったわけではないというニュアンスのまとまった慣用表現と覚えておいてください。心あり、これは趣があるという意味です。 そして、すのこ、水害という漢字の読みも押さえておきましょう。これは当時の建築の一部ですが、後で写真で出したいと思います。たより、これは複数の意味のある言葉ですが、ここでは配置ということになります。お菓子、これは枕の創始にもよく出てくる、おもむきがあるという言葉です。 これも漢字の読みを押さえておきましょう。ちょうどと読みます。生活の中にある身近な道具類のことだと思ってください。昔覚えて、これは昔が思い出されてとか、古風でというニュアンスですね。はい、最後に出てきたこの単語、心憎し。これも超重要単語です。奥ゆかしいという意味になります。 今でも、憎いね、奥ゆかしいことをされたときに、憎いねという表現がありますが、そのニュアンスが元になった言葉と思ってください。では、現代語訳ですが、今風で華やかではないが、庭の木立ちもなんとなく古びていて、ことさらわざわざ手を加えたわけではない庭の草も趣がある様子で、 すのこや垣根の配置にも趣きがあって、何気なく置いてやる道具類、調度類も昔が思い出されて落ち着いているのが奥ゆかしくて良いと言っているわけですね。つまり、今回のこの段落では理想的な住まいについて述べられているわけですが、どんな住まいが理想的だと言っているのか、少しまとめてみましょう。 理想的な住まい、その住人とは身分教養が高くて上司を介する人が住んでいるわけです。そして、庭の様子、屋敷の様子をそれぞれ具体的に見てみると、このような形になります。つまり、ことさら過敏に今風にしつらえた住まいや庭ではなく、自然のままの様子があり、 古風で落ち着きのある住まいこそ奥ゆかしいと述べているわけです。最後に本文中に出てきた家具、それから建物の様式をちょっと見ておきましょう。平安時代の神殿造りの縁側にあたる部分、ここの板敷きのことをすのこと言います。それから垣根の一種で 竹などを組んで作ってあり、間を透かして中が覗くことができる。このような垣根を水害と言います。ちなみに当時の貴族たちは、この水害の間から屋敷の中の女性などを覗き見して、ね、恋愛適齢期の女性を探したという風習があり、これを垣いまみと言います。